モスデフはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身の MC、俳優。ニューヨーク大学で演劇を学ぶ。彼のキャリアはだ、ブッシュベイビースト、デラ・ソウルのアルバムにおけるネイティブタンのポッセカットから始まる。1990年代には、同じくニューヨーク出身の MC であるタリブ・クーエリとのコンビ、ブラックスターにおいて、当時のインディーヒップホップシーンで、 主導的な役割を果たしていた、レコード会社ローカスの看板ミュージシャンとなり、アンダーグラウンドヒップホップを牽引していく。2000年代に入ってからは、俳優としていくつかの映画に出演し始め評価を集める。社会問題や政治への批評家としても活動しており、2005年にアメリカを襲ったハリケーンカトリーナ災害の際は、被災者への援助をメディアを通して呼びかけた。 2012年頃からは野心米に改名して活動している。モスデフことダンテ・スミスはニューヨーク州ブルックリンに生まれた。彼の弟アブドゥルラフマーン、AKA ゴールドメダルマンはモスデフの DJ である。最近の兄弟のコラボレーションは男女オートメータープロデュースのビデオゲーム向けサウンドトラック NBA2K7 中のヒアカムズ・ザ・チャンプである。 セという妹とジャーモン DCQ という弟がいる。モスデフはヒップホップの黄金時代に育ち、9歳からラップと演技を始めた。モスデフは1996年にアーバンサーモダイナミクスをセ DCQ と結成。ペーデーレコードとの間に契約を交わし、2枚のシングルとデビューアルバムマニフェストデスティニーを制作した。 マニフェストディザイトニーは2004年にイルソンメディアが発売した。その後ソロとしてデラソウルやダブッシュベイビーズとのフィーチャリング曲で注目を浴び、ソロアルバムユニバーサル・マグネティックはインディーシーンでヒット作となった。ローカスと契約した彼は彼と同じニューヨーク大学の卒業生であるラッパータリブ・クーエリとブラックスターを結成、初のフルアルバムモズゲフ タリブクエリアブラックスターを1998年に発売する。アルバムの曲はほとんど DJ ハイテックがプロデュースした。1999年にローカスからソロアルバムブラック・オン・ボース・サイドを発売。耳の肥えたヒップホップフリークをうならせた同レーベルのザリリシスト・ラウンジシリーズにもフィーチャーされる。ローカスの倒産後はインタースコープ・ゲフィンレコードと 契約2004年にソロアルバムニューデンジャーを発売する。ニューデンジャーはソウル、ブルースやロックなど様々なジャンルの音楽の折衷だという批判を持ってファンに受け止められた。ザニューデンジャーはモステフ自身が結成したロックバンドブラック、ジャック・ジョンソンが演奏を担当した。ブラック・ジャック・ジョンソンには元祖国人ハードコアパンクバンドバッドブレーンズや リビングカラーのメンバーも在籍していた。また、GMC でなりスポーツユーティリティビークルの TV コマーシャルに出演したことで、アンダーグラウンドヒップホップの活動では重要な要素になる地に足のついた気持ちをなくしてしまったとの批判をファンから受けた。2006年には、ゲフィンからの最後のソロアルバム、トゥルーサンマジックを発売した。トゥルーサンマジックの CD は、ブックレットもなく、 ケースにラベルも貼られていない、ただ透明なプラスチックのケースに CD が入れられただけという簡素なものだった。これはゲフィンがモスデフのプロモーション費をカットしたことが理由と目されている。その後2007年にソロアルバムモスデフィニットをフリークエント M から発売する。2009年にアルバムザエクスタティックを発売。収録曲クワイエットドッグバイトハードは ゲームセインツロー、ザ・サードに使用されている。彼は、ニューヨーク大学で演技を学んでいる。彼の俳優としてのキャリアは14歳の時、ゴッド、ブレス・ザ・チャイルドという t v 映画で始まる。その後、ユー・テイク・ザ・キッズというシットコムに出演する。彼は、音楽のキャリアよりも先に、ビル・コスビーの t v ショー、ザ・コスビー、エス・ミステリーでの演技で注目を集める。 1996年には、ビザチェックカードの CEF にも出演している。その後、2001年、チョコレート、2003年、ミニミニ大作戦、2005年、銀河ヒッチハイクガイド、2006年、16ブロック、2008年、僕らの未来へ逆回転、キャデラックレコード音楽でアメリカを変えた人々の物語などに出演している。ありがとうございます。